第二次世界大戦中に米軍が沖縄に建設した飛行場本部飛行場に作られた2本の着陸用滑走路。建設工事は1945年7月1日に始められ、同8月6日には最初の飛行機が着陸した。本部飛行場の滑走路後本部飛行場は上本部飛行場、桃原飛行場とも呼ばれた沖縄本島北部の本部半島。 現在のチュラウミ水族館の近くにかつてあった、米軍基地。また、本部飛行場の北側のビセには、福木並木に隣接して、本部補助飛行場 B3 小飛行場があった。本部飛行場は、沖縄戦のさなかの7月に、日本本土侵攻を目的として、アメリカ陸軍工兵隊と、アメリカ海軍工兵隊 CB によって建設された。土地は強制接取され、当初、 本部の住民は、最も運営状態のひどかった民間人収容所の一つ、大浦崎収容所に送られた。約2キロの滑走路1本を備え、主に第5空軍霊下の飛行隊が1945年10月に本州に移動するまで使用した。その後は、弾薬集積場、また後年には、海兵隊のヘリコプターや戦車等の演習地として利用されたが、 1971年に返還された。場所、本部町面積、253.9ヘクタール施設、滑走路、誘導路、駐機場現在、飛行場跡地には、農地や太陽光発電施設や商業施設、民家、本部町立場本部小学校がある。固く舗装された、滑走路の現状復帰には、数億円かかると見られるため、 現在も滑走路が残されたままとなっている。1945年6月から7月にかけ、本部半島で米軍によって、本部飛行場や本部補助飛行場の建設が開始されると、本部半島の住民は、名護市辺野古にあった大浦崎収容所などに送り込まれた。そこは、数ある米軍が運営した民間人収容所でも、最も粗悪な運営であったと言われている。 収容所で、また後に、キャンプシュワブ基地となった場所である。本部半島から辺野古先への住民移動について、宣教師の息子として、鳥取に生まれ、沖縄戦で軍医を務め、後にハーバードとシカゴ大学で解剖学と、細胞学の権威となったヘンリー・スタンリー・ベネット、海軍中佐は次のように記している。1945年7月9日に、米空軍が撮影した、 本部補助飛行場。家島の真正面にある B3 フィールドの小飛行場。停泊しているのは、フィリピン諸島のルソン島ラオアグから長旅をしてきた第3空軍第157連絡中隊の哨戒機、バルティエルマイナス5センチネル。森のように見える場所が観光地にもなっている有名なビゼの副木並木と集落であり、それに並行するように滑走路が作られていた。 滑走路があったあたりは10年かけて苦心して畑に戻された。水溜めに使用されているのはおそらくジェット機とかタンクと思われる。米軍は家島と本部半島に多くの米軍基地を建設した。1945年7月9日の段階で、米軍は機関となる各種飛行場の他に小さな株滑走路を20余りも建設し、運用を始めていた。 本部補助飛行場はそのうちの一つと見られ、B3 フィールドの消費工場と呼ばれていた。チュラウミ水族館の北側にある、ビセフクギ並木の東側に建設された。米軍は住民を、タイラ収容所や大浦崎収容所に収容し、その間に消費工場を建設し運用していた。その年の11月下旬に、タイラや大浦湾の収容所から解放された、ビセの住民は、 それでもすぐには、元の住居に戻ることは許されていなかった。多くの住民が2から3世帯に1つの米軍テントの集団暮らしを余儀なくされた。微セ氏によると、棚アージビラからコーラゲンに降りる道路の左右は元より、コーラゲン一帯を埋め、さらに長畑からガジーマンに至るまで、見渡す限りテントが張り詰められている状態であり、食料事情は、 大紫収容所時代と変わらない状態であった。現在は農作地になっているが、硬いコンクリートで舗装された滑走路を剥がすのに5年、土を畑に戻すの20年かかり、また石油などが漏れ汚染された土地は農地として回復することはできなかったという。上記の陸軍飛行隊に加え、海軍の飛行隊も本部飛行場を利用した。 終戦後は飛行場としては使われていないが、滑走路跡の一部は2019年現在も残っている。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、空軍歴史調査局の次のウェブサイト http:/www.afhra.af.mil スラッシュ本文を含む。This article in corporates パブリックドメインマテリアルフロムザイアーフォースヒストリカルリサーチエージェンシーウェブサイト http://www.afhr.af.mil スラッシュありがとうございます